サーペントマウンド、サーペントマウンド、サーペントマウンドは、アメリカ合衆国、オハイオ州、アダモス郡、ブルシュクリークカ国、ブラシュクリークバレーの東岸、川からの飛行差30メートルの段球場にある、全長約404メートル、噴球の高さ1から1.5メートル、胴部の幅6メートルに達する、蛇の形をした、軽小噴、エフアゲマウンドである、アメリカ合衆国内で、 最大規模の継承墳と考えられている。サーアッペントマウンドの年代や造営者については、考古学者の中でも意見が分かれている。いくつかの合理的な説明が疑問点を含みつつもなされてきた。それは、アデナ文化とフォートエンシェント文化の担い手によって作られたという説明である。アデナ文化は 1000BC 頃引く AD100 頃に、 オハイオ州を中心に繁栄した文化で多くの継承墳を築き、現にサーペントマウンドの周囲にもアデナ家に属する継承墳が分布している。そのため、長い間サーペントマウンドはアデナ文化のものと考えられ、そのように写真を載せている外説書も見られる。しかし、最近の放射性炭素年代測定法によってサーペントマウンドの年代は アデナキから外れるという結果が出た。また、サーペントマウンドからは、他のアデナキの紛糾ボベリアルマウンドのように、アデナキの遺物が確認されていない。このことは、サーペントマウンドが、アデナ文化起源のものではない可能性を示唆するか、他のアデナ文化の紛糾ボと異なった意味を持つことを示唆している。サーペントマウンドの拡散されていない部分から、採取された木炭片の年代は、 放射性炭素年代測定の結果、1070年前後という年代が与えられた。また、口述するように1991年にフレデリック・ウォード・パットナムによる発掘調査区の近くを発掘調査して得られた炭化物には1030年の年代が与えられている。この年代は、当時北米全域で繁栄したミシシッピ文化に属するオハイオ州の地域色を持った。 ホートエンシェント文化の担い手である人々の王国に属するのであることを示している。ミシシッピ文化の遺跡から発掘される遺物に刻まれる重要なシンボルの一つにガラガラヘビがあることも、このマウンドがヘビの形をしていることの説明によく合致す。しかしながら、このマウンドがホートエンシェントの人々によって築かれたにしては、その特徴に合わない要素もある。というのは、 フォートエンシェントの墳丘簿には多くの副葬品が見られるが、サーペントマウンドにはそういった異物が見られないのである。さらに、フォートエンシェントは、継承紛に副葬品と共に自分たちの死者を埋葬するという習慣を持っていなかった。サーペントマウンドは、第一義的には墳丘墓であるが、通常の墳丘墓にはない重要な意味を持っていたと考えられる。 サーペントマウンドの塔は下死の時の日没の方向であり、トグロを巻いている尾の部分は当時の日の出の方向を向いている。このことはサーペントマウンドが天文現象を意識して気づかれたことを想起させる。また放射性炭素年代が示した1070年は二つの重要な天文現象が起こった年代と合致する。それはかに星雲ができる契機になった1054年の 超新星爆発と1066年のハレー彗星の出現の年代に常に近いということである。ガニ星雲を生んだ超新星爆発の先行は2週間にわたって昼までも確認されたという記録が残っている。また夜空を蛇のように横切っている彗星を模してこのマウンドを気づいたということも大いに考えうる話である。最近の研究では 北米の人々の蛇を表す星座が、サソリ座とちょうど重複するわけにあって、それを模したものではないかという意見が有力になりつつ、ある。サー・アッペント・マウンドを最初に発見したのは、オハイオ州、チャイルコチョ出身のエフライム・スクワイヤー、エフライム・スキーヤと、エドウィン・デイビス、エドウィン・デイビスであった。彼らは、1846年に、この奇妙なマウンド発見すると、 このマウンドがある地域について特に注意深く詳細に記録した。彼らが1848年にエンシェントモニュメント・オブ・ミセシピーバリを交換した際にはサーペントマウンドについての詳細な記述と地図が掲載されていた。エンシェントモニュメント・オブ・ミッシスピーバレーによってサーペントマウンドをはじめとする北米のマウンド遺跡はオハイオ州の住民のみならず北米で 多くの人々の関心を引きつけた。とりわけ、サー・アッペント・マウンドに関心を持ったのは、ハーバード大学、ピーボディ博物館の学芸員であった、フレデリック・ウォード・パットナム、フレデリック・ワード・プトナムであった。1885年、彼は北米各地のマウンド遺跡を訪ね、それらの遺跡が工作によって徐々に破壊されていっているのを見た。そこで、彼は、 1886年、ボストンで個人的に基金を作って募金を募った。そして1887年、サーアッペントマウンドのある土地を購入し、その土地はピーボディ博物館の管理下に置かれることになった。パットナムは1887から89年の3年間にわたり、サーアッペントマウンドとその近くにある円錐系のマウンドの内容と埋葬形態を明らかにするために、 発掘調査を行った。調査が終了すると、調査成果に基づいて、サーペントマウンドを復元した。このようなパットナムの努力が認められて、1888年、高校遺跡の保存についてのアメリカ最初の州法が、オハイオ州の議会を通過した。1900年には、ハーバード大学から、オハイオ州歴史協会にサーペントマウンドの管理が、移譲され、 オハイオ州の最初の州立史跡となったパットナムによるサー・アッペントマウンドの保存運動はアメリカ国内において考古遺跡について国立州立史跡を公園として整備する道筋をつけることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。